清掃の制服に身を包んだジャワのブパティ1900年頃。インドネシアにおける県はカブパテンリージェンシーとも呼ばれ、地方行政区画制度において最上位の州に次ぐ2番目のレベルにある区画である。インドネシア語のカブパテンは英語で基礎自治体を意味するミューニスパラティと訳されることもある。県やそれと同格に扱われる市はいくつかの軍に分割される。 英語のリージェンシーの由来は、オランダ領東インド時代に遡るもので、当時はブパティと呼ばれた摂政にあたる人物がリージェンシー、ないしオランダ語のレーヘントシャップを統治しており、これをジャワ語ではカブパテンと称し、それがそのままインドネシア語となった。ブパティは植民地界以前のジャワ島における諸君四国の下に置かれた地元の領主たちのことであった。 オランダがそうした小さな君主国を廃止したり、領土を削減するようになると、部罰たちは最も上位の伝統的な権威者ということになった。しかし厳密に言えば、彼らは先住民支配者だったわけでもなく、この地域に主権を得ていたのはオランダであったが、実際には小さな国王のように振る舞い、丹念に制作されたレガリアや宮殿を構え、様々な面積特権を持っていた。 インドネシア語のブパティはもともとインドに起源を持つサンスクリット語からの借用語でありサンスクリット語の称号をブーミパティを略したものであるインドネシアではブパティはもともとジャワ語で植民地界以前の小王国における地方統治者の称号として用いられており記録に残された最初の要例はシリービジャヤ王国時代のトゥラガバトゥヒ文でありそこでは シュリービジャヤの王たちに忠誠を示す、地方統治者たちの称号の中にブーパティが含まれていた。関連する称号として、植民地界以前のインドネシアで用いられていた例としてはアディパティやスナパティがある。ジャワー島における県はいくつかをグループとしてまとめてレジデンシーと称され、ヨーロッパ人の住民がその長となった。この用語はレジデントと称された。 ヨーロッパ人の住民が、ブッパティとの関係の中で、あたかも疑似的に外交上の特権を有しているかのような印象を与えるが、実際、彼らの多くは、ジャワ島以外の地域では依然として力を持っていた、地元の統治者に対して、そのような関係を取り結んでおり、ブッパティも植民地統治に関わる事柄については、オランダ当局の指示に従わなければならなかった。両者の関係は、 アンビバレントなものであり、法的、軍事的な権力は、オランダ政府が掌握しており、その指揮を取っていたのは、ジャワ島のバタビアにいた総督であったが、ブパティは、住民に対する、日常的な統治において、彼らに助言する立場にあったと思われる、アシスタントレジデントよりも、儀礼上の地位は高かった。1945年のインドネシアの独立後、ブパティ、カブパテンは、 インドネシアの全国でレジデンシーの下に位置づけられる行政区画とされた。スハルト後のインドネシアにおける改革が1998年に始まって以降、目を見張るような地方行政の分割が進んだ。この過程は分割を意味するプメカランと呼ばれた。1998年のスハルト時代の終焉の後、インドネシアの全国に脱中央集権の波が行き渡った後、 鍵となる新たな脱中央集権関連法案多数が1999年に可決された。以降、県の数は急増し、1998年末に300ほどだったものが、10年後の2008年には490以上に増えた。この分割による県の急増は当初は歓迎されたが、その後は、 行政の細分化が経費がかさむばかりで期待された利益をもたらさないことが明らかになり、インドネシア国内で議論を呼ぶこととなった。政府交換は一般論として、もう、プメカランの原則、あるいは一定期間の停止が必要な段階だと表明したが、地方行政の関わる様々なレベルの地方政治家たちは、ポピュリズム的な立場から、 新たな県の創出を続けることを強く主張した。1998年以来、当地の大部分はジャカルタの中央政府から各地の県に派遣された官僚によって担われているが、県はインドネシアの人々に行政サービスを提供していく上で重要な役割を担っている。県知事や市長の直接選挙は2005年に始まり、 それまでの地方議会が選出する方式にとって変わった。ありがとうございます。